お二人は最近見た映画でおすすめ面白かった映画はありますか、あったら教えてくださいなと。いや、アカデミー賞取ったの見た、あれパラサイト。パラサイト見た。どうでした。まあでも、うん、まあまあ面白い。すっごい絶賛されてるよね、あれパラサイト。俺はなんか前半のトーンのまま行ってほしかったなっていう風に思うんだよね。だから途中ちょっとガラッとトーンが変わんのよ、まあ、それぐらいは多分言ってもいいと思うけど、そっからあーなんだそうなんだっていうのはちょっとあるんだけど、前半のトーンのまま行ってくれたら、おーこれはちょっと面白そうだぞみたいな。へー、テリーさんに太田君パラサイト絶対見た方がいいよ、あそう、俺生涯一位の映画だよって言うから、よっぽど面白いんだろうなと思ったら、アカデミー賞取ったからさ。ただ久々にあの なんだっけ、女優さん、チョヨジョン、ユーソナ、ユーソナでしょ、違う、ユーソナじゃん、ペジュ、違う、うつあ、ペジュだペヨンジュンと一緒になっちゃうペジュペジュ、うわすっげえ綺麗だと、久々にうわ綺麗だな、あの女優さん見て久々に綺麗だなと思った。韓国映画だよね、ああそれも知らねえ。いやいや、あの韓国の女優さんって本当綺麗だよね。ああ、あの人綺麗だったな。整形だろうけど。チョヨジョンね、あ、すっげえ綺麗。チョヨンピルだわ。三個へ帰れる、うん。ああ、でもパラサ、俺昨日チャーリーズエンジェル見に行ったな。え、昨日。チャーリーズエンジェルなんかやってんの？今新しいやつか。新しいバージョン。面白そうだね。あ、あのまあなんか能天気で楽しかったよ。いいよね。ああいう、うん、アクションいいよね。何にも考えずに、なんかもう女の子たちも可愛いし。そうだよね。うん、だから最近ほらランボーとか、うん、すごいまたやる、あの何トップガンでしょ。あ、そうね、トップガンもやるね。トップガンランボー、うん、ダブルセブンも今年ある。ダブルセブンもあるでしょ。うん、あともう一つぐらいなんかあるんだよね。リバイバルみたいな。リバイバルとか続編みたいな。ランボーか。ランボー、ランボー、うん、それからトップガンでしょ、それから、うん、まあ、007もな、007もある、うん、だサビの部分かな繰り返しちゃってここぐらい、うん、楽しみだよね。そうね、あ、インディ・ジョーンズだ、あ、そう、ハリソン・フォードで、おお、なるほど、すごくない、あのリバイバルブームなのかね、ブームなんだよ。え、じゃあピーちゃんさ、うん、ね、じゃあ無人島に5本映画持ってくとするじゃん、5本よ、シリーズものは1として考えていいわ。いやだからトラさん47作持ってかれてるからそれはちょっとせめてあの3、4ぐらいまでのシリーズものにしよう。無人島？無人島に。どの辺の無人島だ？南の方？あ、まあでも確かにそれでもトーンは変わるわね、映画のね。違うよね。あ、じゃあいいや、もうこの5本しか今後見ちゃいけません、もう自宅でも。自宅で、うんうん、今の自宅で。いやー、そしたらやっぱチャップリンでしょうね。おお、じゃあチャップリン何？そのチャップリン前作は困るわ。いやー、街の日か。あ、お、俺もそうだわあ、そう、街の日あれいいよね。いいわ、いや、チャップリンやったらな、あれじゃない、まあね、街の日、うん、うん、そうね、いいね、おう、じゃあシャップリー1本ね。おう、他は？まあ、黒沢明。おう、じゃあ黒沢映画だったら何持ってく？黒沢映画、マッシュニの侍でしょ。まあ、まあ、そっか、やっぱり、うん、うん、やっぱそうかね。チチの侍、他は？あと3本、あと3本いいよ。あ、スティングですかね。あ、そう。あ、ちょっと待って、明日に向かって打てかもしんない。僕大好きなんですよ、うんうん、スティングと明日に向かって打てが、うんうん、ジョージ・ロイヒル、うん、でロバート・レッドフォードとポール・ニューマン、ね、はいはい、あのコンビがね、俺たちみたいなもんで。そうかな、うん、誰かリバイバルやらしてもね、一回もやってないんだよそんなかっこいいもんじゃないんだけど、うん、かっこいい。あとだから真夜中のカーボーイかな。おお、なるほどね。コメディがないか、ちょっと。まあでもチャップリン入ってるから。まあ、チャップリンはね、ちょっとあれはでもちょっとほろっとくる感じだよね。そうなんですよ。いや、でもチャップリン好きでしたっけ。あ、でも一時期結構チャップリンハマって見てた時期はある。あ、そうなんですか、うんうんうん、で街の日とかすげえ好き。いいよね。どこが好きですか。いや、これあんまこと細かには覚えてないのよ俺も。ああ、そう、うん、こと細かには。でもあの最後もさ、あの花ね、あげてっていうだよね、あれちょっと目の不自由な子に、うんうん、あ、でも正体明かさないみたいなエンディングじゃない。全然違いますよあれ違ったっけ
まだ目台無しだよそれ全然違うからね目見えるようになるんだそうですそうですそうだそうだそうで、なんかこう恥ずかしくなってじゃなかったっけチャップリン俺ちょっともう一回見るわ重要なシーンですよ映画史に残る一番重要なシーンですよ、ね、なんだっけあれあんただっけぐらいのちょっとあんただっけじゃないいや あなたでしたのですでいやだからあんただっけってそんなシーンじゃないお前かいみたいな感じじゃなかったっけ違います違います全然違います盲目の花売り少女がまあこうやって街で花を売ってるわけですよ、うんうん、そこへチャーリーが通りかかる、うん、花をこうやって買いたいんだけどお金がない、うん、そうするとチャップリンの後ろにこう金持ちがいて、うん、それが買ったりするわけですよ、うん、で金持ちと仲良くなって、うん、金持ちに買わせて、うん、チャップリンがこう手つないで、うん、要するに盲目の少女としてはこの人はすごいお金持ちの、うん、なんかスマートなあの、うん、ハンサムな紳士だって目が見えないからイメージが、ね、ずっと思ってるわけ、うん、でチャップリンはその彼女が目が手術すれば、うん、目が見えるようになるっていう話を聞いて、うんうん、彼女のためにボクシングの八百長試合に出て、うん、その八百長がバレて、うん、で刑務所に入れられるんだけどその直前にお金だけ渡して刑務所入るんですよ、うんうん、でしばらくして出てきてこうまたフラフラ歩ってるんですよチャップリンがもうそうするとそこに立派な花屋があるんですよ、うん、盲目だったはずの少女が目が見えるようになってて、うん、そのみすぼらしい放浪者のチャップリンが子供にいじめられてるのを見てゲラゲラ笑ってるここなんですよチャップリンの凄さってチャップリンはあ見えてんだと思ってここがすごいのはその少女がじゃあレジからお金出してこれ、うんうん、恵もうとするんですよ、うん、お金をねいいから取りなさい、うん、取りなさいって、で取った瞬間に、うんうんうん手の感触が、うん、あの紳士だって分かるわけですよ、うん、それでチャップリンはもうそんなお金のことはどうでもよくて、うん、ずっと少女の目を見てにっこりこう笑って、うん、はあ見えるようになってんだって言うんだね、うん、そうするとこうやって少女がはってしてこの人だって思うんだけど自分が描いていたそのスマートなハンサムな紳士じゃなくてなんてみすぼらしいこの放浪者チャップリン、うん、そうチャップリンが見えてるんだね、うん、あなたでしたの、うん、っていう時のこの少女の何とも言えないこの、うん、あえて嬉しいんだけど、うん、がっかりした表情も混じる、うん、その顔のアップで終わるんですよ俺その映画見てみるわ